私は今日金沢 M 座の向かい、金沢市安江町に明日オープンする牛十寺岡に来ています。こちらのお店、能登牛ステーキのパイオニア的な存在、寺岡風車が新たに手掛けたお店なんです。では今日の中継、ここからは店長代理の浅地さんとお伝えします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。早速ですが、こちらではどんなメニューがいただけるんですか？はい、早速ご用意いたしました。ありがとうございます。はい、こちら能登牛の牛十でございます。はい、お牛十ですか？はい、ちょっとお重に入っています。早速開けてみますね。うわー、おいしそう。はい、こちら上が能登牛のローストビーフでございます。下が国産牛のサーロインステーキを約 100g 使用しております。あ、たっぷり乗ってますね。そうですね、はい。ぜひ召し上がって、はい、そのまま召し上がってみてください。はい、ありがとうございます。はい、ではせっかくなのでこのローストビーフいただきますね。うわー、おいしそう。はあ、ちょっと贅沢にお肉とご飯を、わ、何重にも重なってます。いただきます。おいしい。結構柔らかい。そうですよね。はい、能登牛のローストビーフはうちのミートセンターで約5時間かけて丁寧に、はい、愛情込めて作っております。5時間ですか？そうです。はい、次は、そうですね、はい、と刻みわさびも合うんですけれども、はい、卵を割ってお召し上がりください。私卵をポロッとしたので届いてしまったんですが、はい、ちょっと救出して、せっかくなので卵を割って食べたいと思います。はい、うわー、黄身も綺麗な色ですね。そうですね、はい。じゃあ、あ、では卵と一緒にお肉もいただきます。はあ、なんて贅沢なんですか。ちょっと本当にたくさんお肉が乗ってるのでしっかり取るのが難しいですが、わあ、どうしましょう。ちょっと待ってくださいね。どうしよう。本当にたっぷり乗ってる。お肉がすごいボリュームがあるので、はい、わ、ちょっと綺麗に取れないけどすみません。ではいただきます。濃厚なこの卵と、そしてソースとよく合いますね。そうですね、はい。うん、向山さん、実はもう一つおすすめのメニューがあるんですけども、はい、もう一つ、はい、あちらのお席までお持ちいたしますので、はい、どうぞここからは専務お願いします。はい、専務、よろしくお願いします。どうぞこちらのテーブル席ございますので。あ、テーブル席があるんですね。カウンターだけじゃなくて、では、はい、どうぞご案内お願いします。お足元お気をつけください。はい、はい、こちらでございます。ちょっと金沢の町屋らしく雰囲気にさせていただきました。モダンで広々としていますね。はい、いや、でもこれまでもあのレストランなどありましたけれども、今回はどうしてこういったお店を。はい、あの寺岡風車というと能登牛のステーキとかハンバーグとかね、そういうものなんですけど、この通り、観光のお客さん非常に多い中、ね、北陸新幹線が開業してから、うん、能登牛の知名度、石川県内ではかなり上がってきたんです。ただ東京とか大阪とか一歩県外に出ると能登牛で知ってる方がまだまだ少ないので、なんとかこの観光の皆さんに能登牛の看板を見ていただいて、で気軽に能登牛を食べていただきたいなと思って。そうだったんですね。はい、メニューも今回牛十ということですが、これもこだわりあるんですか？はい、どうしたら能登牛を気軽に食べれるかと、やはりどうしてもそのコース料理、この気の張ったものではなくって、うん、気軽に食べていただくためにお重にこの場所を見てその料理に決めました。なるほど、若い方も観光客が多いですからね。はいはい、うん、たくさんの方に食べていただきたいですね。はい、そうだね。そして、はい、お待たせいたしました。はい、こちら牛まぶしでございます。牛まぶし、はい、わあ、全部金箔乗ってるじゃないですか。金沢ですから。どのように食べるのがおすすめですか？そうですね、まあ、4等分していただいて、1杯目はまあそのままお召し上がって、はい、で2杯目はこのわさびとかいろんな薬味を入れて混ぜて食べていただいて、うん、なるほど。そしたら3杯目はこのだしでお茶漬けにして、はい、で4杯目は好きな食べ方。なるほど、どうしましょう。じゃあちょっと今回牛まぶしということなので、私
出汁でいただいてもいいですか。はい、わー、美味しそう。ちょっとしかも、あの先ほどのもそうですけれども、たくさん乗ってますね、お肉本当に。そう、ではこちらの出汁をかけまして、わー、贅沢にいただきます。待ってくださいね、すみません。はい、あ、美味しそう、いただきます。ローストビーフの下に隠し味でこの、そぼろが入ってます。入ってますね、そぼろも入ってて、だし入れるとさっぱりして美味しいですね。これ最後までしっかり食べきれちゃいますね。明日オープンですが、どんな店にしていきたいですか。はい、あのまずはお店というよりも能登牛を全国ブランドにしていきたい、もっともっと能登牛を全国で有名にしていきたい、そのための店にしていきたいです。はい、ぜひ皆さんにお越しいただきたいです。そしてお会計はキャッシュレスのみ、はい、現金は使えません、ごめんなさい。お気をつけください。以上、中継でお伝えしました。